カルチョ・フィオレンティノの競技場と開始位置の絵。ピエトロ・デ・ロレンツォ・ビニの1688年の本から。カルチョ・フィオレンティノは16世紀のイタリアに起源を持つ初期フットボールの一種である。フィレンツェのサンタクローチ広場がこのスポーツのゆりかごであり、ジュコ・デル・カルチョ・フィオレンティノあるいは単にカルチョとして知られるようになった。カルチョは後にイタリア語でサッカーを示す名称となった。 カルチョの公式ルールは1580年にジョバンニ・デバルディ伯爵によって初めて発表された。ローマのハルパストゥムと同様にカルチョは27名からなるチームによって足と手の両方を使ってプレーされた。ゴールは競技場の周辺の指定された場所にボールを投げ入れることによって得られた。競技場はゴールを構成する狭いスリットのある巨大な砂場である。主審が一人。 先進が6人、フィールドマスターが1人いる。それぞれの試合は50分間行われ、最も多い点を得たチームが勝者となる。もともと、カルチョは裕福な貴族のものであり、高原祭と四巡説の間の毎晩行われた。バチカンでは、クレメンス7世やレオ11世、ウルバノス8世といった強行でさえもカルチョをプレイしたことが知られている。 カルチョは200年余りの間行われていなかったが、20世紀に入って1930年に復興された。今日ではサンタクローチ広場で毎年6月第3週に3試合が行われている。4チームがまず最初の2試合でそれぞれ対戦し、勝者がフィレンツェの守護聖人である聖女ンニの日、6月24日に行われる決勝に進む。現代版では、 ヘッドバット、パンチ、肘撃、首締めといった戦術は許されているが、不意打ちや頭部への蹴りは禁止されている。アズーリとロッシの試合、ありがとうございます。